では音は聞こえてるからいきますね。テイク2です。兵庫県の選挙に勝って NHK をぶっ壊す。ありがとうございます。真実を語る男、橘真奈でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、まずはね、斉藤さんに、向こう行きましたかね、斉藤さんごめんなさい、僕間違ってました、ごめんなさい。とあとはね、謝るだけじゃなくて、僕が集めた真実皆さんにお伝えすることによって、まあおそらく斉藤さんのに対する僕の罪滅ぼしになるだろうと、おそらくですけど、まあ2ヶ月ぐらい前まで斉藤さんの人と悪い人やと思ってた人、やっぱりそうですよね。よかった、僕も9月の9日までそう思ってました。9日それまで思ってました。逆に最初から斉藤さんはずっと斉藤さんは一緒やと思ってた人、あ、結構やっぱいらっしゃるんですね。でもやっぱり斉藤さんが悪い人やと思ってた人の方が多いですよね。で、そういう意味でもせっかくなんで冒頭アンケートを取ります。メディアに対するね、問題点で言うと、NHK 受信料を払っている世帯は 78% ですと国会で説明しています。国会議員はこの説明を信じて 78% の人が受信料を払っているならNHK の予算を通してます。さて、お集まりの皆さん、皆さんのお自宅で受信料を払っている方、手を挙げてください。この周りをちょっと見てくださいね、払ってる人、これぐらいの感じですよ。はい、ありがとうございます。手を下ろしてください。皆さんのお自宅で受信料を払っている人、手を挙げてください。この感じですよ。半分までいかないかな、ここ結構あれですね。はい、ありがとうございます。要は 78% で完全に嘘です。で、これをずーっと NHK は嘘を続けてるんですけど、まあ、これこそが偏向報道というか嘘報道のスタートみたいなもんです。で、今回のこの兵庫県における偏向報道や嘘報道、えらいことですよ。あのね、パソコンの中身、皆さんが知るの当然でしょ？当然。当然ですよね。だってそこに仕事の情報しか入れちゃいけないんだから。それが大前提なんですよ。もちろんね、そりゃ仕事中にちょっとプライベートなことをするからそこまで見るなよっていう人も中にはいるでしょう。でも、やっぱり仕事中にパソコンでプライベートなことをやってるんだったら、職務専念義務違反、そういうね、やっちゃいかんことをやってるわけだから、それは見せるべきだと思う人がどれぐらいいます？パソコンの中身見せるべきだ、あれはすごいですよね。これさっきのあれ、それが県民の声でしょ。税金でね、買ったパソコンに勝手にそこにね、それは付き合ってる女性とのメールとか、まあちょっと卑猥な写真とか、それ卑猥な写真まで公開しようとかも言ってませんからね。卑猥な写真があるかどうかを教えろって言っただけですよ。当たり前のことじゃないですか。そんなのね、おさどばはんのそんな裸とか見せられてもこっちも困るんですよ。いや、そりゃそうでしょ。でもあいつらは僕がまるでエッチな写真を公開しろみたいなこと言うわけですよ。違うっちゅう。職員、県の職員と県の職員、まあ男性と女性が、片方は人事のめちゃくちゃ偉い人事課長や職員、なんとか市長、教員議長かな、ちょっと教育委員会のナンバー2、そして最後は、職員局長っていう人事ナンバー1なんですよ。人事権がいっぱい。そういう人と部下の兵庫県の女性が、不倫関係にあるかどうかなっていうのは、めちゃめちゃ大きな情報なんですよ。県民が知るべき情報です。それもしかも仕事中に今晩ね、ご飯食べに行こう、場合によっちゃ一緒に行こうって書いてあるわけですよ。だから分かってるんですね。不適切な関係ってはっきり言ってるじゃん。それを副知事が、
言ってるわけですよね、実際見た人。それを出してもらっちゃ困るっていうのがおかしな話で、県議会議員の不倫の情報まで入ってると聞いてます。他のね、別に県議会議員だと不倫しても別にそんな大したことないですよ、僕はね。ただとにかくそのパソコンの中身を出さないと言ってる県議会に対して、メディア側ね、 NHK とか神戸新聞とか朝日新聞とか、そりゃ取材しなきゃいけないでしょ、中身調べなきゃいけないじゃないですか。で、僕調べないってないんかなと思ったんですよ。で、兵庫県に入って3日後ぐらいか、討論会日曜日ね、中川長蔵さんって昔知ってたから、東京都知事選挙出た時に中川さんに、あのパソコンの中に愛人の情報入ってるって知ってますって言ったら、そんなの知ってるに決まってるじゃんはぁと思って、あんた知ってるのに亡くなった人の遺族に損害賠償金払うって言ってさ、サンテレビで言うとったんですよ。はぁと思って、このさ責めたろう思ったらいなくなりましたけどねいやいや、どっちにしても問題なんですよ。だってみんな知ってたんだから。あの後いろんな人に聞きましたよ、マスコミの人、他の立候補予定者、知ってますよ、県民局長のパソコンに不倫の証拠があるって。お前ら知ってんのに報道しないのか。で、今度聞いたんですよ、知ってるのになんで報道しないのって言ったら、裏が取れない。お前ら裏取るのが仕事やん。びっくりしたんですよ。情報や噂、まさに噂があったら裏取り次第するのがマスコミでしょ、記者でしょ。こんな情報が来てます。まさに3月12日亡くなった県民局長が3月15日で作った文章を3日間ぐらいかけてマスコミ、県議会議員、警察ばらまいたんでしょ。それに対してメディアは裏取り取材したんですよね。裏取り取材した結果、知事がパワハラしてる、おねだりしてる、キックバックしてるという疑いがあるって報道したわけでしょ。疑いでも報道しとるやないか。おかしいでしょ。不倫に関しては疑いでは報道しない、そして裏付け次第もしない。で、おまけになんでやらないのって言ったら、奥谷委員長に止められてるからですって言うんですよ、女の子が朝日新聞の 杉山あかりちゃんやから言ったんですよ。で、それを言ったからここ皆さんに言ったんですよ。だって実際そうじゃん、知ってるのに報道しないわけでしょ。僕がこうやって政見放送でも言ってるし、 NHK のそら聞きに行きゃいいじゃん。奥谷さん、立花さんがあのパソコンの中に職員同士の不適切な関係があることが証明されてますけど、百条委員会としてどう思うんですか。何よりも秘密会にしていた、秘密にしていた10月25日の百条委員会の音声データが漏れてるんでしょ。僕が漏らしたんでしょ。大ニュースじゃん。ニュースでしょ。漏れちゃいけないから漏れたんだから。僕それもし犯罪だったら多分今頃警察捕まっとるんでしょ。選挙もできない。あの人たちは隠してるものがバラされてるだけで何も出ないできないんですよ。皆さんを騙してこんなわけのわからん選挙をね、任期途中で行って、その20億円ものかかる選挙費用も全部斉藤さんが悪いことにしてしまってる。人が亡くなったことも、2人人が確かにお亡くなりになったことは事実ですよ。2人とも斉藤さん関係あらへん。斉藤さんは被害者。斉藤さんのありがとうございます。ありもしないこと書かれて、斉藤さん一人やったらそれは黙ってるでしょう。彼の性格だったらね、自分の悪口書かれたらあれですよ。自分の部下や兵庫県内にある
というような企業、企業が知事に50万円の自転車を送ってるとか20万円のアイアンセットを送ってるっていうのは、これは贈収賄という犯罪ですから、企業が犯罪をしているという告発文なんですよ。すぐに犯人見つけなきゃいけないでしょ、摘発しなきゃいけないでしょ。これね、稲村さんがリハックで言ったのは、稲村さんは犯罪があっても指くわえて第三者委員会に任せるって言ってさ、自分に対しての誹謗中傷なら我慢しときゃいいんですよ。地元の業者や部下を守らないって言ってるんですよ。で、至極まともなことを言ってるんだけども、斉藤さんは言ってやったんですけども、メディアがねじ曲げる。で、僕も同じ経験をしたから、うわ、またいじめてる、メディアがまたいじめてる。僕は19年前からメディアからいじめられてますよ。 NHK の職員だったんだ、報道局にいたんだ、 NHK の犯罪不正経理全部文春に内部告発したんだから。でも立花はメディアの敵だ、だから僕は報道されてないから。19年前の僕の内部告発の記事読んだことある人どれぐらいいます？何人かいらっしゃいますよね。この程度なんですよ。もうね、電車の中ずれに現役 NHK 経理職員不正経理を暴くとかってね、関東8ページですよ。文春はちゃんと取材して書いてるのに、取材に来たマスコミは放送しなかったんですよ。フジテレビ来てくれましたよ。でも放送されない。なんで？後から聞きましたよ、フジテレビのアナウンサーの人に、辞めた人ですけど、こんなややこしいこと放送できません、NHK の悪口なんか言えません。まあ、それもそうやなと。僕が NHK 時代に民放とかテレビ新聞社に悪口かけないようにしてたんです。自分がやってたか、何してたか。まずは読売新聞を止めるために、読売新聞、これは巨人軍と読売新聞と一緒です。ジャイアンツと読売新聞と同じ会社なんです。日本テレビが払っていた放送権 1試合8000万円を NHK は倍の1億6000万円で買って、年間5本で1本8000万かける5本で4億余計に払ったんです。なんでこんなことするんですか、海老沢さん会長に聞いた。いや、読売に NHK の悪口書かせないから。これ僕内部告発したんですよ、ちなみに。そしたら内部の情報漏洩したって言って、3ヶ月の僕も停職処分を受けてます。これもう知らないでしょ、皆さん。テレビが隠すからですよ。それが19年前です。他にもいっぱいやってきました。でもテレビは本当、メディアも隠すんですよ。民放に関しては僕オリンピックの担当してたから、当時あのシドニーオリンピックとか、ソルトレークオリンピック、夏のオリンピックで200億円ぐらい、冬のオリンピックで80億円ぐらいで、あの IOC 払ってたんです、日本全体としてね。で、 NHK がそのうちの 80% 払って、残りの民放5社は1社 4% です。NHK の20分の1しか民放はオリンピックの放送権料払ってないんですよ。これによって民放は NHK の悪口言えない。このように実は僕が民放とか新聞社に NHK の不正を言えないようにする仕事をしてたんです。だからめっちゃ詳しいんですよ。だからホリエモンと話してもあれだけわかるんですよ、裏が知ってるから。で、メディアは今やってるのは立花隠そうとしてるでしょ。あからさまじゃないですか。今回の神戸新聞、主要候補5人、福本さん主要候補ですか、悪いけど福本さん、すいません、選挙当選したことない人ですよ。いや、福本さんがいなければ4人だったら、まあやる気のある候補者って書いてたらまだわかるんですよ。当選を狙っている、あるいはまあちょっとなんか、まあまあ当選を狙っている本気の人とかでわかるんですけど、主要な候補者で福本さんがあって僕がないっていうのはあからさまでしょ。やっちまったな神戸新聞ですよ、あれ。神戸新聞撮ってる人どれやります今。
直ちにやめましょうか。ほとんどいないですね。いや、メンディーはこうやって もちろんね、皆さんご存知の通り、僕がコマス取ったんですよ、泉房穂さん。明石師匠の泉房穂さんね、彼今テレビめっちゃ出てるじゃないですか。だから泉さんはすごい人だって言って、10月30日か NHK のスタジオで政見放送、まだ皆さんがご覧いただいたやつ、お前ら7年間何しとったんじゃーやつ、早お前立ち退きさせてこい、嫌がったら火つけて燃やしてこい、最後にすごかったですね、火つけて捕まってこいまで言ってる、探すと、おい火つけてお前隠れてこいじゃないですよ、火つけて捕まってこいまで言ってますよ、放火の強要ですよ、あれパワハラじゃないですよ、犯罪。まだ時効来てないと思いますよ、放火なんて時効ないから、殺人よりも罪重いからね、あれ冗談じゃないじゃないですか。 ああいう人がテレビに出てて、僕もまあ泉房穂さんがテレビ出てるから、あんま悪口言うとあかんな思って、NHK の政見放送では、まあまあ房穂さんちょっと褒めたんです。あんなパワハラの人でもみんな人気出てやってるからって言ったんですけど、まあその後に僕が、ABC 放送、生放送ダメ言われたから、黙ってられへんわ思って、サンテレビでは泉さんの悪口めっちゃ言ってます。これが放火なんです。これ泉さんお前放火なんやろ。いや、俺こそ警察の事情聴取受けるべきですよ。部下に対して火つけてこい、明確でしょ。どこどこに行って火つけてこいですか。立ち退きしない建物に行って火つけて燃やしてこいですからね。明確に部下に対して放火の指示をしている知事です。あ、市長ですよ。その人が今テレビ局でね、おい斉藤、お前二人死んどるやんけ、責任取らんかい、言うとんすよ。ヤクザのトップと一緒でしょ。いや、ほんまそうですよ。ヤクザと一緒じゃないですか、ね、みんなの前でね。あれこそ、いじめでしょ。テレビで勝手に事実を作り出して、斎藤さん悪ないのに。斎藤さんのせいにして。斎藤さん、それはあんたみたいに悪ないから謝れないんです。要は、泉房穂は、悪いことしたって分かってて、証拠後の音声が出てきたから、もうごめんちゃいしかないんですよ。でも斎藤さんは悪いことしてないからごめんなさいって言ってないんですよ。だからいつまでもごめんなさいは言えない。なんかもう亡くなった方には気の毒だしか言えないから、それをずっと繰り返し繰り返しやっとるわけですよね。で、調べていったら、自ら命を絶った県民局長。悪いやつやね。これは。誰かが言わなあかんから。あの子供に教えられないんですよ。人の悪口、作り出してるんですよ。どこどこに行った、誰と行った、5W1H の中で事実をまず巧妙に入れてるんですよね。で、大事なところ嘘ついてるんですよ。要は副知事が、信用金庫の理事に会いました。いついつどこで。信憑性上がるでしょ。でそこで、補助金出してくれたら、あ、補助金ってか、協賛金ね、パレードのお金出してくれたら補助金出しますっていう、一番大事な部分を加工しとるんですよ。意図的にね。犯罪じゃないですか。名誉損害。あるいは、偽計業務妨害罪です。犯罪なんですよ。で、その犯罪を、まあ、逃れる犯罪から逃げるために、わざわざ4月の4日に内部通報ってわけわからん制度を利用してわけわからんのが、本来正義の僕のような内部通報者を守るための制度を悪用してやりよったから、僕は許せないと思ってるんです。ありがとうございます。いや、もう消しからんですよ、あの局長は。悪いけど、亡くなったら済むのかっていう話じゃないよ。で、調べたらいっぱい出てくるわけでしょ、県の職員とのいわゆる不適切な関係で、これは県の女性職員だけと付き合ってるっておかしくないですか。人事上の力がある人が、何々ちゃんご飯食べに行こうってみんな行きますよね、仕方ないじゃん。
あ、この人の言うこと聞かなければ出世できない。変なところ転勤させられる。行きますよね。仕事やと思うし、また。そこで、エロと言われるわけでしょ。その辺の記録が全部残ってるわけです。パソコン、メールがね。で、不適切な関係の女性がいっぱいいるから、だからやめてくれって言ったんですよ。県民局長は。これ以上、僕の犯罪がバレるようなことをやめてって言ったから、わかったって言って、片山副知事は、百条委員会やめようって言って回ったんですよ。かわいそうだから、これ以上いじったら。もともと部下だからね。でも、県議会の連中が、ここでこそ、斎藤を落とすために、百条委員会やろう。もっとメディアで騒いでもらって、斎藤が辞任するまで追い込もうってやったから、県民局長は、百条委員会やんの？で、僕呼ばないでって言ってたのに、呼ぶってなったから、もう限界ですよ。誰が殺したんですかって話。パソコンの中にあるんでしょ、その証拠が。そしてこのパソコンの証拠、昨日ね、自民党のこの兵庫県のトップ末松さんっていう人とね、たまたま参議院会館、昨日東京にいたんで車に乗ろうと思ったら末松さんの方からうわーって、うわー立花やみたいな顔して近寄ってこられたんですよ。僕、申し訳ないけど見たことあるおっちゃんやけど誰やろぐらいの感じだった。でも話の内容ですぐ分かりましたよ。ちょっと勘弁してくれて。ああ、この人か、兵庫県のトップの人や。で、話を聞いたら、あいつら4人全部、守秘義務違反や。地方公務員法違反や。要は、知事とか副知事とか人事部長とか、まあその下の人のこと言ってるんだと思うけど、それは業務上知り得た秘密を公開するのは守秘義務違反です。ただし、そこに犯罪があれば、今度は通報義務が優先するんですよ。ここ大事なんですよ。見つけたところに犯罪があったら、通報する義務があるんです。で、おそらく、その通報義務が優先するから、もうこういう情報が出てきてるんです。で、それを、OK。それを、メディアに言えば広がるはずでしょ。どっかが書かなくても一社だけが書けばスクープになるから。ところがまさかメディアに書いても報道されないという恐ろしいことが起こってるんですよ。って話ですよ。いやだってパソコンの中に複数の愛人がいたってもう言ってるわけですよね。それを隠してるっていうのは恐ろしいことで、でこれまでそうやって隠し続けてきたんでしょう。だって僕めちゃくちゃ悪人って思ってる人どれぐらいいます？悪人やなと思った人、立花って危ないと思った人めっちゃいません？あ、ありがとうございます。あの、僕に謝ってください。間違ったんですけど、あの、僕めちゃくちゃまともですからね。だって NHK に2つネタあるんです。10年来て不正経理を一人内部告発してみんな止めるんですよ。先輩とか同僚とかも。そんなことして NHK 潰れるやないか。でも NHK 潰れる前に国が潰れたらあかんから内部告発してるんですよ。それをもう止めたい、知ってほしくないから最初は書かない。で、僕が YouTube で頑張ったら国会議員になった。国会議員になると今度は僕が悪者になって、僕の悪いところ100のうちの1個か2個のところだけをずわーって報道していくわけですよ。もう先週なんかつきまといとか言われたでしょ。, 笑えるでしょ。笑える人はちゃんとネットで情報を得てるから。でも僕がネットで反発する力がなかったらただのつきまといおっさんなの。, 笑えるけど、ネットがあるから皆さん笑えてるんです。僕も笑えてるでしょ。で、もちろん斎藤さんも片山副知事も押し返すパワーがなかった。皆さんに伝える手段がなかった。メディアが全部攻撃してくるし、彼らは面白おかしく伝える能力はないから。そこにやってきたのが立花隆。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、面白おかしく正しく伝えなきゃいけないでしょ。だから、ちゃんと、ね、公益通報のこともちゃんと勉強してるし、それもちゃんと見解、
弁護士が、奥山っていう弁護士は、ただの朝日新聞33年。あいつ弁護士でも何でもないからね。その辺の教授になってるだけ。あれを専門家としてるわけで。で、山口さんっていう弁護士も呼んできた。まあ、これもおかしくはないけども、ただ、反対意見として山口さんと仲のいい、まあ、石丸さんという弁護士の見解とか、福永さんという弁護士の見解とかも出していってます。もちろん徳永弁護士や、野村弁護士。反対の意見があるのに取り上げない。でも、僕はそれちゃんと理解した上でね、正しい知識、真実と正しい知識をもとに喋る、面白おかしく喋るから伝わるんです。で、彼らがどんどんやってくれてるわけですよ。立花主要候補から外して、で立花に対してお前嘘つきやってファックス送ってきたから、お前らもう嘘つきやねん、おいおい朝日新聞出てこいと、いつでも喋ったんねん、お前も逃げとるじゃん。だってあれでしょ、丸尾真希とか竹内健二とか、あと奥谷委員長ですよね、みんな逃げ回ってんじゃん。ほんまのこと言ってんねやったら、かかってきたらいいじゃん。話したらいいじゃん。でも僕は、ちゃんと調べて、真実を調べ、皆さんに真実あるいは真実相当性があるものを出してる。もちろん法律の解釈が A と B があるっていうことを、今、一方方向の解釈しかないって皆さんを洗脳してるんです。あれは犯人探しをしちゃいけないという、先方側、稲村さんとかの言ってることは、間違いです。間違いでしょ。あれは、あまりにも稲村さんが無知で、自分のことだけだとそもそも思ってるからね。県の会社に犯罪の被害が行っている、あれ以外の方法ないんですよ。で、法律には最後裁判所が決めるんですが、正当業務行為で違法性が処罰されるっていうのがあるんです。あまり聞いたことないと思いますが、緊急避難とか正当防衛って聞いたことあるでしょ？これと一緒で、正当業務行為っていうのがあって、仮に、公益通報者方法に反してたとしても、あの3月12日の文章っていうのは、明らかな犯罪ですから、その犯罪を抑止するために、犯罪が広がったり、新たな犯罪につながらないためにやった犯罪は、違法性が阻却される、つまり無罪になるっていうこと、そういうことも全く言わずに、どう考えても正しい斉藤さんの判断行動、県民の皆さんを守るための、職員を守るための、県の業者を守るための行動を何癖つけてるだけなんです。だからこれを皆さんは理解されてるから、さらに理解を深めたいからこの場に来てくれてると思います。ありがとうございます。いや、こんなもんね、なんかこんなに人が聞いてくれるのはいいです。でね、まあ、最後に次行かなきゃいけないんで、ごめんなさいね、ちょっと、これ、どれ、次、いつ出なかった？ 15 分。あと4分、あと25分。いや、ちょっとごめんなさい、ちょっとじゃあ、写真撮影なしで喋らせてもらいますね。で、何の話をしてたかな、今。公益通報、はい、だからここで本当に稲村さんだったら、稲村さんがじゃあ立場だったら何をするかの代案が出てないの、皆さん分かります？あの人は第三者委員会にとか言ってたでしょ。つまり第三者委員会って今調べてます、来年の3月の答えが出る。来年の3月まで犯罪者ほっとくってことです。なるほど。怖くないですか？怖いですよね。そういうことをしようとしてるんです。で、あんなことしだしたら逆全部できるんですよ。でたらめな文章、一から文章作ってね、稲村さんが人殺してるとか、稲村さんが放火してるとか、でたらめなこと。稲村さんがもうちょっと言うと、あの人は5人の男とね、不倫関係にあるとか、書いてもいいってことなんですよ。そうなっちゃうんです、あの人の離婚って言えば。そう、やっちゃダメですよ、もちろん。ネタじゃないし、やっちゃダメですよ、もちろんね。でも、言ってることが僕、わけわからないから、この人何言ってるんだろうと思って、リハックでこんなになってたんですよ。こんな人、知事にしたら絶対あかんって。頭悪すぎるやろと思って。
聞いたら神戸大学の法学部出てるらしいですよ。マジででしょ。いや、あの、そこら辺も本当にええー、と思ってるのが、だから斉藤さんもめっちゃ悔しかったんでしょうね。だから僕はあの考えについてはめちゃくちゃ同意してるんですよ。犯人悪いことしてるやつ見つけたら当然でしょ。見つけてそいつを法の元に裁くんでしょ。で、知事の権利としてちゃんと彼に対しては停職3ヶ月ちょっと甘いぐらいですよ。あれ早くしないとあの人は退職金持って逃げようとしてたんだ。13月の28日に見つけて31日に退職して退職金持って逃げようとしたんです。それはまずいからちょっと退職延期までやったんですよ。完璧じゃないですか。犯罪者に税金、あの、退職金持っていかれた。で、この県民局長は不服申し立てができるんですからね。いわゆる裁判でいうところの控訴上告ができるってことです。その制度を知らないわけがないでしょ、人事の人なんだから。人事局長まで、まあ、職員局長までしてたんだ。つまり、県民局長は自分が3ヶ月の停職処分を受けたことについては納得してたんです。それはね、相方の女性は4月の12日付で辞めてるんですよ、兵庫県の次長さんね。ネットで知ってる人多いと思いますが、彼女をかばうために辞めた、あの、一人でかぶったんですよ。彼女も多分一人だけじゃないんだろうけど。なのに百条委員会開く開くってやったのが兵庫県のこの県議会議員たちですよ、86人。こいつらめちゃめちゃやばいですよ。やってることが僕らのような法律知ってる人から見るともうただのいじめ。法律上意味がわからないです。ちょっと百条委員会について真面目に聞いてもらってるんで真面目に答えると、百条委員会って何のためにやるか、こんなのはそもそもやらなくていいんですよ。まずね、犯罪者がいたら警察に届ければいいんですよ。でも警察に届け出ると警察が捜査してる間何してるか皆さんに伝わらないから、できるだけ早く悪い人がいたらその人のことを調査する。これは国会でもそうです。憲法に書かれてます。国政調査権っていう。で、あの、地方自治法の100条に100条委員会、いわゆるこういう承認を埋めるっていうのがあって、何のために行うかといえば最新の情報を有権者に届けるためだ。最新の情報を有権者に届けるためだ。だから警察よりも早く呼んでるんです。ただし容疑者を守らなきゃいけないから、被疑者を守らなきゃいけないから、百条委員会でも刑事訴追の恐れがある場合は証言を拒否できるんです。これ裁判と違う一番大きなところなんです。あ、まあ裁判でも一応言わなくていいんですけど、要は黙秘権があるんです。で、そもそも百条委員会には捜査権がないから。捜査権っていうのは警察や検察にしかないものです。いわゆる銀行に行ってこの人の口座の動きを教えてくれ、場合によっては裁判所に許可を取ればガサ入れもできます。強力なんですよ、警察が調べると。百条委員会なんてもともと知識もないし捜査権もないからままごとなんですよ。で、呼んできてね、こうやって委員長がふんずり返って答えろ、それは答えなくていい、何様のつもりあるか。でも答えね、ほんまびっくりした。お前ほんまに兵庫県というところでお山の大将しとんだった。俺たちみたいにちゃんとガチでやってる、政治やってる、裁判もやってる人間騙されへん。だから百条委員会なんてそもそもやらなくていいんですよ。あれはショーなんです。で、やった以上は最後まで見せるんですよ。結果が出るまでちゃんとやらなきゃいけないです。でも結果が出る前にあいつらは86人全員ね、知事やめろ、不信任案出したでしょ。その時点で意味がわからないんですよ。不信任案出すんだったらもう百条委員会早く閉めてすぐに結果を出してやらなきゃいけないのに、不信任案出した後も百条委員会やっとるんですよ。で、おまけに選挙の前だから百条委員会は秘密会にしますって86人で決めとるんですよ。
学習委員会何のためにやったの？目的は皆さんに最新の政治の状況を知ってもらった上で、皆さんが選挙で誰に投票するかのために百条委員会やってるんですよ。それ以外に百条委員会やる意味あります？ないでしょ、思いつかないでしょ。それがだって本当だからですよ。ところが自分たちは、彼らは県民の皆さんに真実を伝えるんじゃなくて、自分たちが有利な知事を誕生させることしか頭にないんです。私利私欲に走ってるんです。彼らや彼らを応援する既得権のことしか考えていないから、法律の趣旨と違うことをやってるんです。で、百条委員会で言われたら困ることを、もうバカすぎるから、なぜ片山さんに言わせなかったのかです。わざわざ秘密会にしてるんだから、全部喋らせて、で、選挙終わってから公開したらよかったんですよ。向こうの理論から言えばね、本来の人は出さなきゃいけないでしょ。でも焦っとったんでしょうね。僕が10月24日の深夜に、夕方ですよ、兵庫県で今日立候補表明して、そのまんま離白、もうすぐ連絡来まして、田島さん、離白出てくれませんか。あ、いいですよ。今兵庫なんですけど。いやいや、もう全然夜中でもいいです。夜中の23時30分からスタートですよ。そのままとんぼ返りして、それはリハックだって気持ち悪いと思ってたんでしょうね、お二人の言ってること。そもそも百条委員会の委員長が、委員会が開催されてる間になぜ一方的な意見言うの、それがおかしいんですよ。裁判してる途中で裁判長がテレビに出て、いや、被告人はやっぱり怪しいと思いますって言ってるの一緒なんですよ。まだ判決出てからだったらいいですよ。ものすごい違和感だったんですよ。で、僕が24日の深夜のリハックで奥谷のことを詰めたんですよ。斉藤さんか奥谷さん、どっちかの嘘をついてるから、だから立候補して真相解明しますって言った次の25日に、奥谷はもういきなり尻尾を見せてしまった。チョンボやったんですよ、片山副知事がね。いやいや、パソコンの中に愛人の情報が、複数の愛人があった、その発言はしなくていいです。やっちゃった中身知ってるからでしょ。発言する内容を知ってるから止めたんですよね。普通は聞きますよ、だって秘密会なんだから。言いたいことを言わせるんでしょ、秘密なんだから。そこにいる人は県議会議員と県の職員ですよね、あるいはもっと職員ですから、秘密なんですよ。全部喋らせてあげればいいんです。焦ったんですよ、奥谷は。その発言しなくていい、録音してた人がいるんですよ。それはそうですよね。24日の日に、夜中に立花出馬、25日録音つながってるでしょ。もちろんこれ片山さんから録音もらってませんからね。片山さんからもらったら犯罪になるから、僕そんなとこはもらえません。もらったのは県の職員です。あ、県の職員じゃないです。県の県議会議員からもらいました。県議会議員は守秘義務がないんですよ。職員や副知事は守秘義務がある。だからそもそも百条委員会なんてやったら情報が漏れるの、やっちゃいかんの。そもそもね、悪いことしてるから県議会議員は録音して僕とこ持ってきたんでしょ。あ、立花さんが出るなら本当のことを言ってくれると思って、その人は録音しとったわけです。めっちゃね、あ、後でどっかでこの正義のことをしてくれた県議会議員はどっかで喋ります。いや、そうですよ。今しゃべるといじめられると思います。今しゃべるとね、まあ、本人もやめてって言われてる言わないですけど、めっちゃ疑われてるらしいですよ。ちなみに今もう出して3人僕に情報持ってきてくれてて、3人とも疑われてる。で、3人とも疑われてるのにこっちの人、この人もこの人も僕に情報持ってきてるんですよ。
この人がこの人にお前立花に情報流せるやろって言ってるんですよ。やるなと思って。僕はこの3人のことについては言ってないんですよ、その人たちにそれぞれ。この人から聞いたんですよ、何々さんからめっちゃ疑われてるんです、俺が疑われてるからって言って、いやいや、あんたも来てるやん。思うやないでしょ。で、まあ、それはだから僕はこの人たちの中にもまたちょっといろいろと思いが、まあ、良くない思いがあるんだろうなとは思ってるので、全部鵜呑みにはしてません。ただ、その録音を取ってきてくれた人はもう間違いなく、ちゃんとしようとしてくれてるから、録音取ってるのもバレたらまずかったでしょうからね。片山さんははっきり取ってないって、昨日の週刊誌でも、週刊誌かな、現代でも言ってる通りです。だから、そういう形で僕がもうちょっと24日に履行するって言ったら、え、もういいかな、次、15分とか。もうちょっと閉めます、はい。でもね、その、よっぽど焦ったんだと思いますよ。焦ったのと、立花さんが履行するんだったら、録音しようとしてそこから現れてるんですよ。だって僕ね、24日の履行を表明したときは、正直、その日の午前中までは、斉藤さんのこと正直知らなかったんですよ。知らなかった。だって10人候補者出そうって言ってたでしょ。なんとなく、うちの部下の、国会議員の浜田聡と、この西宮のね、斉藤健一郎って、うちの国会議員二人が、あれおかしいおかしい、斉藤さんはめられてるって言ってるけど、僕興味なかったから。でもこの二人が言うし、また10人出す言うたら、めちゃめちゃまた批判されるから、で、最後、例の林社長がね、令和の虎の、主催の林社長が、田島さん出たらどうですかと。300万出しますよって言ってくれたから、あ、そうか、俺が出たらええのか。で、僕が立候補します。いじめられてるのは間違いない。さあ、いつから調べようと思ったのがもう24日の夜です。で、調べに入ったらもうすぐに情報がめっちゃ来て、もうそもそも、県民局長のパソコンには複数の愛人とのやりとりがあった。エッチな動画があるって話もあったし、エッチな、まあ、わいせつな写真があるっていうのも来ましたけど、じゃあどこまでが正しいのかっていうのは僕も、まだ完璧なものは、決められてます。そこまで確定できるような状況まで来てませんが、少なくとも、パソコンの中にあるデータは、プリントアウトされてます。紙になってます。で、ちゃんとファイルに分かれてる。ここについては複数の証言、見た人の証言があります。だから、パソコンがドリルで開けられてなくなるはないです。なっても大丈夫だ。で、これを見たければ、当然、これを開示してくれそうな人を選ぶしかないと。あ、僕じゃないですよ、ちなみに。僕がだったら開示するけど、僕には入れないくらいね。それは皆さん、言えないんで、誰に入れるか決めてもらえれば、多分、さすがにこのパソコンの内容については、ある程度はクローズにしても出さなきゃいけないと思います。その、不倫をしてたとかね。あとは、わいせつな写真がありましたとかね。その、わいせつな写真を出せって言ってるわけじゃないから。それこそわいせつな写真をちゃんとクロールにして出したいんです。これわいせつな写真です。ここに写ってるのが、この亡くなった職員と辞めた職員です。とかいろいろ出すのは当然のことじゃないですか。だから、そういうことを僕がまあやりようとしたら、多くの情報が集まって、自分でもすごいなと思いましたよ。こんなにガチな情報いっぱい来るんだ。で、調べていったら、だって記者だってみんな、権利だって知ってるんだもん。知らないのって知ってます、繰り返しながら。知ってるのになぜ報道しないのって言ったら、裏が取れないからですって。裏取る仕事や。裏取って、取れなければ可能性があるでもいいじゃん。こうでしたって、不倫してましたじゃなくて、不倫してるという情報がありましたでもいいのに、やらない。なんでって言ったら、奥谷さんから止められてます。これが、この兵庫県で行われている今の騒動のほぼほぼ全ての分かりやすいというか重要なポイントなんで、で、僕はこれ以上の情報はもういらんって言ってあるんですよ。情報が入ってこなくなるから片山副知事の悪口言わんといてって言ってくるんですけど、いやもういらんって、十分やって、あとは拡散していくこと、そして
正しい情報は皆さん3月第三者委員会でちゃんと出てきます。おそらくね、ここは弁護士が6人、ちゃんとした弁護士さんで、そのうちの6人のうちの3人が元裁判官で、1人は大阪高等裁判所の判事までされた方で、間接的にですけど本当にいい人だと、ちゃんとしっかり調べれるし色がついてないという方ですので、まあそういう意味では来年の3月の第三者委員会の調査報告を待てばある程度の真実は伝わる。そこまで待ったら危ないから今回不信任案を出したということなので、それをその情報をもとにぜひ選挙に投票所に足を運んでいただくようにお願いしまして、私立花隆の真実の演説を終わらせていただきます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 NHK をプッシュワー。もしよかったらポスター貼ってくれる人あるんで、まだ空いてる掲示板があれば。ポスターの番号6番です。1234は大体貼ってるんですけど、5は貼ってなくて、6番に皆さんの ご近所、はい、でちょっとごめんなさい、写真とかに関してはもうピンで撮ってください。ちょっと次の場所に行かなきゃいけないんで、終わりましょうか。ごめんなさい、つい行きますわ。でご質問あればどうぞ。あと、質問じゃん。はい、質問なのか。宮崎県です。今日8時から。おそらく公安2件ですね。まあもう分かりやすく言うと焼けたか暴力団です。これ公安2件っていうのは、ありがとうございます。簡単に言うと警備かな仕事はしてください。まあ、フロントクッションに被害の利権、それは大丈夫よ。クレーンとか場所とかを貸してあげる権利をすごく安く県から渡してるわけです。例えば10万円で使えるものを30万円とかで使わせて、この10に10万終わるに終わる、企業から一般の企業とかお店から100万もらったら、ここ20万終わるに終わる。ここを改革しに行ってる。でこれは監査がちゃんと指摘したんですよ。無駄ですよ。それは確かに無駄ですよねって言って、斉藤さんが改革しに行ったら、まさに公安に手を引く。これまでだから監査も言われなかったんでしょうね。明確ですよ、それは。僕別にビビットマンなどもないです。はい。賢くやってるんじゃなくて、ちゃんと調べてるだけです。逃げないです、僕は。そんな。はい。欲しい。はい。不信任出した県議会議員、闇と黒幕は正直いない。だって86人はみんな自分の議席数を減らされるんですよね。大阪は108を98を減らされたんで、みんな県議会議員は自分の選挙が不利になる改革をしてほしくないから、誰でもなく自然に大阪を見てたらやられると思ったからやったんですよ。だからこの事件に黒幕がいるかいないかって言ったら、僕は今のところいないと思いますよ。誰かが旗振ったわけじゃないんですよ。県民共闘の妹さんも直接今関係する情報は来てますけど、エビデンスはないです。多分全く関係ないと思います。今の僕が調べてる感じで。ああ、それはそうですよ。全員が決めに行ってるんですよ、シンプルに。県の職員だってそうじゃないですか。仕事を減らされるわけだから、既得権によ、既得権の人たちが斉藤さんによってね、こっちに払ってた既得権に払ってたお金をね、皆さん、いわゆる高校のトイレきれいにしたりとか、大学無償化、県立高校の無償化に、こっちのお金をこっちにシフトするから、こっちの人が怒ってるだけ。だこっちに黒幕がいるかって、それはないと思う。あ、そうそうそう、その通りです。いじめてる人をいじめないと、自分がいじめられるから、それだけのことだと思います。井戸さんだから関係あるかないかって、それはずっと彼がやってきたことなんで、関係はありますけど、井戸さんが旗振ったわけじゃない。具体的に何かしろって言った話は全く聞いてないです。ありがとうございます。すいません。いいですか、その、あるのか、はい。そうね。一応終わった後、
ちゃんとせえへん場合は、直接請求は行きます。直接請求っていうのは、そこの住民というか、有権者に、この施行県議会から辞めさせるっていう署名活動をして、3分の1以上取ると、基本的にその人失職しますから、それはやりますよ。はい。そういうこともちゃんと考えてるし、実行できますから。はい。ありがとうございます。お、僕が言った以上やりますから。はい、レベルが違うから、申し訳ない。これ、一人で NHK とそれだけいいのに。そこは、申し訳ないけど、ここまで皆さんが真実を知っていただけた以上は、だってこんなに民意があったら負けるわけないじゃないですか。かそれは、僕ね、日々涙してますから。これ、かっこよく言ってますけど、帰ろうか。はい、帰ろうか。ありがとうございます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 。終わるわ。あ、泣いてる。ちょっと取るか。すいません、もうなんかもう。ありがとうございます。すいません。